南京地下鉄は中華人民共和国南京市と南京都市圏にある地下鉄である。市営鉄道としての歴史は1907年の少年鉄路まで遡れる。2005年4月10日に1号線が運営開始し、中国大陸では6番目に地下鉄ができた都市となった。2018年5月末、現在1号線、2号線、3号線、4号線、 10号線、S1 号線、S3 号線、S7 号線、S8 号線、S9 号線が運行中で、総延長3 7 8トル、現時点中華圏では6位となる。なお、1号線北延伸路線、2号線西延伸路線、5号線、6号線、7号線、9号線、10号線、東延伸路線、ネイバ線安気段、ネイ線北斜線、ネイク線、 根井高市線南延伸路線が、事業中で2020年代前半までに運営が開始される予定である。1号線は2005年1号プロジェクト及び、西延長線が完工し、さらに2010年に南延長線が完工2014年に西延長線が10号線へ編入。現在では、北より、進むさつき京駅、南では、中国薬科大学駅まで、 全長 38.9km。駅数27駅、片道走行時間は約61分間。平均走行速度が約時速 38km。新外口駅で2号線と、そして南京丹駅で3号線と、古老駅で4号線と、安徳門駅で10号線と、南京南丹駅で3号線、木上線、根岩線と乗り換えできる。 一号線は、南京市内の南北熟線中央通り、中山通り、中山南通りに沿って南へ、南京丹駅、空路新外口、南京南丹駅、高嶺大学団地など数多くの重要エリアをつなぐ。車両は、駐車南京裏賃に製造される A 型車両の6両編成58本で運用。設計上の最高速度は、時速80キロメートル。 全員区間運行と区間運行が交互運行をしている。2020年1月末の時点まで1日あたり、輸送辞任は102万人、1キロあたりの輸送辞任は2.6万人である。特に2019年12月31日の利用客数は121.2万人となり、1号線、開業以来単費最高となった。 二号線本線と東延伸路線は2010年より運営開始。西より油傍橋駅、東では京天路駅まで。全長 37.95km、駅数26駅、全線所要時間は約58分間。平均走行速度が約時速 39km。南京市内の東西軸線に沿って、 河西新都心、新外口、広陵、守る、仙林大学団地など数多くの重要エリアをつなぐ。新外口駅で1号線と、大安宮駅で3号線と、金馬寺駅で4号線と、元通り駅で10号線と、油房橋駅で、根和線と乗り換えできる。車両は、駐車南京裏鎮に製造される A 型車両の6両編成35本で、運用。 設計上の最高速度は時速 80km。運行間隔はラッシュアワーで4分05秒ごとと4分50秒ごと、週末ラッシュアワーでは4分50秒ごと、それ以外は7分間前程度である。2020年1月末の時点まで1日あたり、輸送人員は92万人、1キロあたりの輸送人員は2.42万人である。 特に2019年12月31日の利用客数は106.9万人となり、2号線開業以来単費最高となった。3号線本線は2015年より運営開始、洋津港北岸の林場駅からトンネルで洋津港をくぐり、マグサ州道路駅まで全長 44.9km、駅数29駅、全線所要時間は 約72分間。太平寺駅で、ネイテン線と、南京丹駅で1号線と、京明寺駅で4号線と、大安宮駅で2号線と、南京南丹駅で1号線、騎乗線、ネイマ線と乗り換えできる。車両は、駐車南京ウラチンに製造される A 型車両の6両編成46本で運用。設計上の最高速度は、時速80キロメートル。 全員区間運行と区間運行が交互運行をしている。2019年5月末の時点まで1日あたり、輸送人員は86万人、1キロあたりの輸送人員は1.87万人である。特に2019年5月1日の利用客数は106.2万人となり、3号線開業以来単費最高となった。 4号線1期目は2017年1月18日より運営開始。西はコロー区の流行地区から玄区市東エリアと生活ス区を通い、東は千林地区の千林湖まで全長3 3 8トル駅数18駅、全線所要時間はおよそ45分間。コロ駅で1号線と、 京明寺駅で3号線と、金馬寺駅で2号線と乗り換えできる。車両は2018年末まで駐車南京裏鎮に製造される B 型車両の6両編成29本で運用。設計上の最高速度は時速1 0 0トル2019年3月末の時点まで1日あたり、輸送時員は21万人、1キロあたりの 輸送人員は0.62万人である。特に2019年3月23日の利用客数は29.9万人となり、4号線開業以来単費最高となった。10号線本線は2014年7月1日より運営開始。西より、港北新区の雨山地駅から、裏口新都心を経由し、トンネルで、様子港を潜り、 裏口区、県業区、受大区を通い、東は、安徳門駅まで、全長 21.6km、駅数は14駅、全線所要時間は、おおむね40分間。安徳門駅で1号線と、元通り駅で2号線と乗り換えできる。車両は2018年末まで駐車南京浦賃に、製造される A 型車両の6両編成21本で、運用。 設計上の最高速度は時速 80km。2019年4月末の時点まで1日あたり、輸送人員は19万人、1キロあたりの輸送人員は0.88万人である。特に2019年11月1日の利用客数は24.8万人となり、10号線、開業以来単比最高となった。 S1 号線本線は2014年7月1日より運営開始。北は、受け台区の南京南駅から、南は、高根区の空港新白高根駅まで、途中東山地区、高根経済技術開発区、マグサり地区、六口新都心などエリアを経る。全長 31.3km、駅数は9駅、全線所要時間は約33分間。 南京南駅で1号線、3号線、ネイワ線と、小宇治南駅で、ネイ高線と、空港新白港ネイ駅で、ネイ線と乗り換えできる。車両は2018年末まで駐車南京ウラチンに製造される B 型車両の4両編成15本で運用。設計上の最高速度は時速100キロメートル。2019年5月末の時点まで1日あたり、 輸送人員は9.3万人、1キロあたりの輸送人員は0.3万人である。特に2019年5月1日の利用客数は14.5万人となり、S1 号線開業以来単費最高となった。S3 号線本線は2017年12月6日より、南京地下鉄の8番目、洋子港にまたがる3番亀に運営が開始する路線。西より、 浦口区の高気沖駅から途中立て行区、受大区を経て、東は南京南駅まで全長 36.22km、駅数は19駅、全線所要時間は約60分間。南京南丹駅で1号線、3号線、非常線と油傍橋駅で2号線と乗り換えできる。車両は2018年末まで駐車南京浦賃に、 製造される B 型車両の6両編成24本で運用。設計上の最高速度は時速1 0 0トル2019年4月末の時点まで1日あたり、輸送人員は8.3万人、1キロあたりの輸送人員は0.23万人である。 特に2019年4月4日の利用客数は10.8万人となり、S3 号線開業以来単費最高となった。S7 号線本線は2018年5月26日より運営開始。北寄高内区の空港新城高内駅から途中南京空港要所経済区と水経済開発区を経て、新和洋通りに沿って、 水衛生都市の中核地域を経由し、水城南新区に入り、南は水区の無双山駅まで、全長 30.16km、駅数は9駅、全線所要時間は約40分間。空港新城港内駅で機上線と乗り換えできる。車両は2018年末まで駐車南京裏鎮に、 製造される B 型車両の4両編成11本で運用。設計上の最高速度は時速 100km。2018年6月末の時点まで1日あたり、輸送時員は1.2万人、1キロあたりの輸送時員は0.03万人である。特に2018年5月27日の利用客数は2.6万人となり、 S7 号線開業以来単費最高となった。S8 号線本線は、浦口区の滞在新村駅から6号区、金牛湖駅までを結び、洋須行為北に位置する初めての路線である。2014年南京ユースオリンピックにおいて、セーリング会場である金牛湖と市内を結ぶため、開会直前に開通した。道路線は一度に開通した距離が、 中国で最も長く、営業速度が中国で最も速い都市間鉄道である。全長4 5 2トル駅数は17駅、全線所要時間は約50分間。大表寺駅で3号線と乗り換えできる。車両は2018年末まで駐車南京裏鎮に製造される B 型車両の4両編成26本で運用。 設計上の最高速度は時速1 0 0トル2018年末の時点まで1日あたり、輸送人員は12万人、1キロあたりの輸送人員は0.27万人である。特に2018年4月4日の利用客数は15.9万人となり、S8 号線開業以来単費最高となった。S9 号線本線は2017年12月30日より、 運営開始。北寄高内区の小宇治南駅から、途中水区を経由し、石臼港をまたがり、南は、高圧市区の高圧市駅まで、全長5 2 4ミリキロメートル駅数6駅、全線所要時間はおよそ38分間。小宇治南駅で機上線と乗り換えできる。車両は2018年末まで駐車南京裏賃に、 製造される B 型車両の3両編成12本で運用。設計上の最高速度は時速 120km。2018年末の時点まで1日あたり、輸送人員は1.8万人、1キロあたりの輸送人員は0.19万人である。 特に2018年1月1日の利用客数は4万人となり、S9 号線開業以来単費最高となった。南京地1号早田家宝今木、一列。様子番法。 http://www.yangtse.com コロンススララッッシシュュスラッシュシステムスラッシュ2012スラッシュ03スラッシュ09スラッシュ0 1 2 8 9 0 3 1 8 s h t m l 8 1号西延2014年独立1号南京日報2014年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ 2010年6月13日閲覧。もうリーピン。取り消し三段式。南京地2号。作品下げ前。回復正常。現代解放。オリジナルの2012年6月20日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20120620143027/http:/news.dsqq.cn/kbt//2012/06/04075503907/htmlhat t 南京地15列駐車南京裏賃車両有限行使 2020年4月30日閲覧。国内連覇怪人。王子、もう、2014年8月1日、ウィン南京市場市道交通第2期建て、敵通知。2020年11月13日閲覧。南京地7号11月29日前行。2021年通り。2020年4月20日閲覧。注意。 南京地五号志向サロダン。2020年4月20日閲覧。中京交渉一新。もう。2020年4月20日閲覧。宇南京上市、道交通第2期建政法案的日。2020年11月13日閲覧。紅葉、空水港を送るる各局発。baijiahao.bydo.com。2020年4月20日閲覧。 十大利用しみ、い腰痛治療。地球号遠心イタリータ新城中心区。www.sohu.com。二千二十年五月七日閲覧。南京地十5二期工程皇帝境か月下、二千二十年四月二十日閲覧。地十八号、来量。二千二十年四月二十四日閲覧。ウイン、高三角スチク交通。 さら高領一体化点滴通知。2020年11月13日閲覧。南京地 S3 号省延伸イタリア、new.qq.com。2020年4月20日閲覧。田作り道場化区域中心紫、革新区、片暗出路。2020年4月20日閲覧。公用市2020年政府工作、告げ。 www.jurong.gov.cn.2020 年4月20日閲覧。今点、高南京都市圏姿、我が、おさむ的不税新軍とも。2020年12月7日閲覧。暗記賞、せ、高三角すくいき一体化天養魚、暗記賞、天和海い、かい fzggw.r.govcn2020 年4月20日閲覧。2秒通り除緑水三角1、耐火状周知、即消火入三角状、一通り新中国政府も、www.gov.cn.2020 年4月29日閲覧。10ポンド。布、軟禁値病快速症性。具体法案、来量。 2020年4月21日閲覧。ありがとうございます。